福島放送、株式会社福島放送、福島放送、福島ブロードキャスティング COLTD は、福島県を放送対象地域とし、テレビジョン放送事業を行っている、特定地上機関放送事業者である。略称は、KFB、KK、福島ブロードキャスティング。コールサインは、ジョジ DTV、安定列。 福島県におけるテレビ朝日、ン系列局、福島中央テレビ、FCT 開局前後に起こった郡山を中心とした県民テレビ運動、新面テレビ運動に朝日新聞社は一貫して深く関わっていたため、その流れで福島放送の本社、演奏所は郡山市に設置されている。イメージキャラクターは、と決まる。 福島県第3局の申請の際は、多くの申請があった中で、実質テレビ朝日系列の株式会社福島放送と TBS 系列の福島放送株式会社の2社に集約された。その際は、4曲目の TBS 系列の曲名を福島放送にするという条件で、テレビ朝日系列が3曲目ということになった。テレビ朝日系列の三曲目には、福島朝日。 放送、福島テレビ朝日、福島朝、テレビといった社名が候補に上がったが、優政賞、当時から曲名に朝日と入れるのは好ましくないと指摘されたため、テレビ朝日と TBS の話し合いの結果、結局3曲目を福島放送で、4曲目を TBS 系列の新曲、後のテレビ U 福島で開局した。また、福島県内では唯一、 社名に放送が入っている放送局でもある。都道府県名に放送を加えて放送局名としているのは、ラテ県営局、例、北海道放送、青森放送などが多く、テレビ単営局、例、長野放送、福岡放送などやラジオ単営局、例、栃木放送、和歌山放送などは少数である。なお、案系列局で社名に、 都道府県名放送と名乗る放送局には、この福島放送と鹿児島放送、フルネット局に限るの2局が該当し、なおかつ、双方とも、テレビ単営局かつ、開局時期ほぼ同じく県内第3局という、共通点もある。ちなみに、クロスネット局も含めた場合、福井放送も含まれ、3局、平成新局の5局を入れると8局が該当する。ただし、福井放送は、 ラテ県営局である。従来、福島県のアンネット、現在のテレビ朝日系列は、1970年、昭和45年開局の福島中央テレビ、FCT だった。当時、朝日新聞社が全国朝日系、テレビネットワークを構築するため、全国各地に UHF 新局の開局申請を行い、その結果と系列と相乗りになる形で、 朝日系のテレビ局が開局した。FCT も読売新聞などの相乗りながら、朝日系のテレビ局として、案にも加盟していた。しかし1971年、昭和46年に、福島中央テレビと地元の二大新聞の一つである、福島民有新聞との関係が強化されることになり、テレビネットも従来の富士テレビとのクロスネットから、日本テレビとのクロスネットに変更された。 福島民誉の親会社、読売新聞と日本テレビとの関係が強化されたことによるものだった。相対的に福島中央テレビに対する朝日の発言力は弱まり、朝日は新曲解説申請に動くことになった。このような経緯で、福島放送は1981年10月1日、福島県では3番目で、UHF 局では2番目のテレビ、 朝日系列局として開局。福島県では開局当初からの10番目のテレビ、朝日系、マストバイ局となった。移行された番組の割合はテレビ朝日制作分では、FCT、10、朝日放送、現在の朝日放送テレビ、ABC 制作テレビ朝日全国ネット分では、FCT、2、福島テレビ、FTV、 8. これは1975年3月31日、長年展、ネットワークのねじれ減少解消以降も、福島テレビが番組販売という形で、朝日放送制作分のネットを継続していたためで、ある。なお福島テレビでは、テレビ朝日制作分も番組販売扱いで一部、放送していた時期があったが、移行直前は、編成から外れていた。 民間放送教育協会制作文は、福島テレビが同協会から脱退していないため移行されなかった。開局当時のイメージ戦略として空を多用した。そのため、ロゴマークすべてが青の配色となっている。翼をモチーフにした大きな F マークが存在する。開局からしばらくは、曲名告知、初代オープニング・クロージング、ビッグ・スカイが使用されていた時期のみ、 試験電波時のテストパターン、マスターを回収する2006年、平成18年3月31日まで、そして新聞広告などに多用されたが、1990年代後半からは使用する機会が減っていったが、現在でも正式な社機や一部地域の送信書などで、現在も使用している。シンボルマークは翼をモチーフにした F マークである。 開局から使われている社名ロゴマークは民放では珍しく既存書体、写し券、ごしを使用している。英字ロゴと共に引き伸ばしたデザインになっているが、これは社称である、前述の F マークがその上に大きく使われたためである。企業、団体は、当時の名称。出展。制作局の表記のない番組はテレビ朝日制作。 東日本大震災による岩手県、宮城県、福島県のアナログ放送終了延期に伴い、2012年3月31日、停波、中通り、合図、浜通り、在福テレビ放送局では、後発組だが UHF 最先発の福島中央テレビに、比べても3局少ないだけであった。福島放送のみ、未設置に終わった中継局は、 立岩中継局だけであった。ただし、東立岩テレビ中継局と東花輪中継局はテレビ u 福島とと共に被害等となっている。ただし、東花輪中継局はテレビ u 福島とと共にデジタル新局として開局した。一部、電子番組表上での番組名はオープニングと称している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。